DeNA 戦考察。2024年のプロ野球もカードが一回りして全体の傾向が見えてきましたが、連覇を狙う阪神にとって要注意なのが、明日から2連戦を控える横浜 DeNA と言えます。 DeNA のチーム状況は決していいとは言い切れませんが、岡田監督が何遍同じやつに打たれるねんとぼやくほど阪神戦で無類の強さを誇る打者がおり、勝敗の鍵を大きく握りそうです。そこで今回の動画では、明日からの DeNA 戦の先発候補やポイントになる選手を紹介していきます。天敵を封じれば阪神が有利に。4月2日から行われた阪神と DeNA の3連戦を改めて振り返ると、昨年から阪神戦で打ちまくる宮崎敏郎選手を封じ込めることが勝利への近道と言えます。昨年も阪神戦で打率3割8分5厘と大暴れした宮崎選手は、今年の初対戦で早速2安打を記録し、一気にエース村上選手を攻略しました。実は村上選手自身も DeNA 戦では、開幕からルーキーと思えない活躍を見せている渡来選手よりも宮崎選手を警戒しており、注目されているバッターですけど、あんまり気にせず、渡来君だからとかじゃなく、落ち着いて一人一人を抑えられればなと思っています。クリーンアップの方が強力だと思うので、そっちを優先的に。特に宮崎さんは DeNA 打線で一番いい打者だと思っている。宮崎さんの前にランナーをなるべく溜めないようにっていうのは一番意識してやりたいので、3番4番も大事になってくると宮崎選手を警戒しつつ、中軸封じをポイントに定めています。事前にこういった策を練りながらも、4月2日の試合では宮崎選手が立った5打席中3回で得点圏にランナーを置く状況であり、この日はタイムリーこそありませんでしたが、4月4日の試合ではしっかりと打点1を稼がれています。宮崎選手は阪神戦で強さを発揮する点について、入団したばかりの頃はどのピッチャーがどんな組み立てや球種を持っているかも分かっていない状況だったこともありますね。もちろん対策用のミーティングはしますけど、全員が全員打席に立って球筋を見ているわけではないので、当時はプランを立てるのが難しかったんです。特に阪神の投手は先発はどんどんストライクを取ってくるし、中継ぎ以降になれば球の速い選手が次々に出てくる印象なので、プランを立てるのにも時間をかけていますと事前の準備に時間をかけていることを明かしました。また DeNA は今季からデータを活用するアナリストを多く球団に迎え入れており、宮崎選手自身もデータを大いに活用しているようで、詳しいことは言えないですけど、その日の相手ピッチャーの状態もありますし、データなので偏りや傾向は必ず出ます。そのあたりはアナリストさんの言ってることを信じて打席に立っていることが多いです。自分は感覚よりデータの方が近いのかなと思います。僕がとかではないですけど、アベレージ型のバッターはデータを重要視している人が多い印象ですねと語りました。岡田監督も評論家時代から宮崎選手を高く評価しており、俺が考える DeNA 躍進の最大要因は右バッターにあるということ。というのも、今のプロ野球、左腕投手をどこのチームも多く抱え、素晴らしい投手がいる。左腕攻略が大きなテーマになっている中、 DeNA にはいい右バッターが多い、これが効果的なのだと前行きを挟み、特に宮崎の腰の据わったバッティングはほんま大したものよ、狭い横浜スタジアムにうってつけのバッティングを続けている、反対方向の右にも大きいのが打てる、これは大きいよね、率も高く、ホームランも打て、打点も稼げる、足はそれほど使えないけど、打線が強みのチームになったのは宮崎のおかげじゃないかなと絶賛の言葉を送りました。岡田監督は昨年優勝が間近に迫った DeNA 戦で、面白いように宮崎選手に2打を食らった際に、何遍同じ選手に打たれてんの、ミーティングでどんなこと話してんのかな、打たれるバッター毎回同じやんと怒りをあらわにしました。岡田監督の下で投手コーチを務めていたことがある中西清興氏は、岡田さんは同じやられ方をすごく嫌うと言い、宮崎選手攻略については、やっぱりヒットの傾向を見ているとセンター中心に右に弾き返されている、前回の村上との対戦はピッチャー側があまり本調子じゃなかったんで、ちょっと参考になりにくいと思うんですが、やっぱり打席の中で1球か2球はしっかりとインコースをついていかないと。去年宮崎は中日戦ではあまり打ってないんですが、特にバンテリンでは右方向にコツンと打たれるともったいないとバッテリーは感じていたのか、しっかりとインコースを攻めていました。勝負球は外になっても構わないので、しっかり内を攻め切ってほしいですねと解説。中西氏の指摘通り、宮崎選手は昨年バンテリンドームで打率1割8分2厘と苦戦しており、攻略の鍵が潜んでいるかもしれません。阪神の投手陣も最も警戒する相手なので、宮崎選手の後を打つバッターの調子を見極めて勝負を避けた方がいい場面もありそうですね。
ワンガール村上伊藤の両先発。敵地横浜スタジアムに乗り込む阪神の先発はローテーション通りであれば、前回も対戦した村上選手と伊藤将司選手の登板が濃厚と言えます。中でも前回対戦であまりにもらしくない姿が見えた村上選手の投球には注目が集まります。4月2日の DeNA 戦に先発した村上選手にはいきなり落とし穴が待っていました。抜群の制球力を誇るはずの村上選手が1番渡来選手に四球を与え、思わず岡田監督も初めてやろ先頭バッターにフォアボールなんてなと首をかしげます。迎えた1死1、3塁のピンチは低めに決まったフォークで4番牧を3塁へのゴロに仕留めたかに思われました。しかし今度は佐藤輝明が打球を弾いてしまい、まさかのタイムリーエラーで先制点を献上すると、さらに2死満塁から7番山本に走者一掃のタイムリー3塁打を浴び、一気に4点を献上してしまいます。村上選手はポストシーズンを含め、さっきは先発全24試合で初回は無失点を続けていましたが、この日は不調の予感もあったようで、あんまり良くなかったって、ブルペンから良くなかったって言うてたけどなと試合後に岡田監督は舞台裏を明かしました。村上選手はその後2度の先発機会でしっかりと結果を残していますが、通算284勝の山田久志氏は早い段階でやり返さないといけないと警鐘を鳴らしています。山田氏はこのまま村上選手が火曜日の登板を続けると、8月後半から9月の勝負どころで2度の対戦があると指摘し、4月にやられるのと9月にやられるのではチームにとってのダメージがまるで違う、逆にその間は全く対戦しないので、もし同じ相手に2度やられてしまうと嫌なイメージを持ったまま優勝争いの真っ只中で対戦する可能性もありますから、この辺は本人も意識しているでしょうねと解説しました。山田氏は本拠地開幕戦となった4月2日の試合も村上選手の投球に注目しており、村上は自身の開幕だったことを差し引いてもさっきとは程遠い姿だった、いい悪いのばらつきがありすぎで佐藤輝明のエラーがなければ乗っていったかもしれないが、あの1点で抑えてほしかった、ネット裏から見ていてどこかがずれているようだったねとストライクボールがはっきりしていたと指摘。さらに本来の村上だったら山本に投げ勝つところだ、でもあそこで追い込んで粘られてしまうのはそれがフォームなのか気持ちなのかどこかがちょっとずれている、阪神ベンチも内容が良くないことを察したから3回で変えたのだろうと語りました。一方で山田氏は村上をスパッと3回で交代させた岡田監督の采配にはあれはさすがだよね、もう一回打席が回ってくるとこかなと思っていたけど、悪いならもう変わって次に備えろって無言のメッセージを送っていた、それに村上もしっかり答えて次の登板から立ち直っているので、あの交代が生きているんじゃないかなと絶賛の言葉を送っています。村上選手は次の先発登板で初勝利を記録していますが、登板2戦目にして気分転換にグラブを変えるほどきっかけが欲しかったようで、試合後には前回いい投球ができなかったので貢献できるようにとマウンドに上がった、硬さがあったけど3回からは緩急がうまくはまった、まっすぐの質はもう少し上がっていくと思うと一安心の表情を浮かべています。昨年新人王と MVP を獲得した村上選手にとって付きまとうのは2年目のジンクスと言えますが、その点についても尊敬する阪神藤川球児球団本部付きスペシャルアシスタントから2年くらいファームにいてちゃんと下積みをして乗っているから何も問題はないとさらなる飛躍に太鼓判をもらっており、村上選手本人も優勝した年だけって言われるのは嫌なので今シーズンは昨年以上の活躍を見せたいと意気込んでいました。前回登板の雪辱を晴らすのか、それとも DeNA に苦手意識を植え付けられてしまうのか、火曜日の登板は今シーズンを占う上でも重要な試合になりそうです。そして村上選手の後を受けて先発が予定されている伊藤選手もここまで2勝を挙げていますが、 OB の岩田稔氏は投球内容が明らかに昨年とは違っていると不安の声を上げています。岩田氏は左投手かつ南東派という点が被る伊藤投手を入団してから注目し続けており、秋のキャンプでは個人的なアドバイスを送るシーンも見られました。そんな岩田氏は伊藤選手が自己ワーストタイの6失点を喫した広島戦を振り返り、阪神先発の伊藤将司投手はホームベース板での球の強さを感じませんでした。2回で8安打を浴び6失点で早々に降板、不運な当たりもありましたが、それよりも球質が少し気がかりです。立ち上がりからボールが高かったのは事実、ただ本来の伊藤将司投手であればたとえ高くても球の強さでファールを奪えるシーンも少なくありません。それがこの日は痛打される場面が目立ち、低めにズドンと決まる直球も少なかった印象ですと、まっすぐに強さが欠けていたと指摘し、
直球に強さがないときは変化球でも押し込めないケースが多いもの、変化球でかわしに行ってもなかなか思うようにはいきません。結局は自分で球質を取り戻すしかありません。僕の場合、球に強さを感じないときは力みを減らすため、あえて腕を振りすぎないことに集中しました。腕だけで投げてしまわないように、上半身と下半身を連動させるイメージを持ってトレーニングで体幹やお尻周りに刺激を与えていました。もちろん伊藤将司投手にも多くの引き出しがあることでしょうとして、次回登板でも球の強さをチェックしたいと語りました。伊藤選手は次の巨人戦では粘りの投球を披露し、なんとか白星を挙げましたが、巨人打線にあと1本が出ていれば大量失点につながっていたケースが多く、岩田氏が指摘していたようにまっすぐにも力強さは感じられません。伊藤選手は入団から3年連続で年間20試合以上に先発登板し、10勝7敗、防御率 2.44、9勝5敗、同 2.63、10勝5敗、同 2.39 と安定した成績をマーク。タイトル獲得歴こそないものの、チームの先発ローテでは最も計算の立つ選手です。さっきのクオリティスタート率は実に 85% を超えており、ピンチでも動揺を見せない振る舞いには、岡田監督も、若い選手はああいうのを見てほしいな、ピンチでもキャッチャーからボールもらってサイン見て投げ始めるまでのテンポ変わらんやん、相手からしたらもっと慌ててほしいと思ってるはずやで、とコメントしています。さらに伊藤選手がこのまま不安定な投球を続ければ、その代役として4月19日に1軍へ昇格した門別選手にその座を奪われる可能性もあるため、水曜日の試合では昨年のような姿を見せたいところですね。今週からゴールデンウィークに合わせた日程になり、木曜日が移動日になることから中継ぎ投手をつぎ込みやすい試合といえるので、伊藤選手には初回からガンガン飛ばしていってもらいましょう。初物攻略に失敗した打線は奮起を。阪神を迎え撃つ形になる DeNA はジャクソン選手と濱口選手の先発が濃厚と言われており、前回初対戦となったジャクソン選手は要警戒と言えます。ジャクソン選手は4月2日の阪神戦で初勝利を記録しましたが、その後2試合は配信投球を続けています。ですが DeNA 版の記者は、気温が上がってくればジャクソンのボールはさらに生きてくると思いますとコメント。ジャクソンは常時150キロを超す直球と右打者の外角から入ってくるチェンジアップが持ち味であり、これに切れ味鋭いスライダーがついてくれば大化けの予感を漂わせています。 OB の野村弘樹氏は、今シーズンの DeNA のキーマンにジャクソン選手の名前を挙げていますが、前回の広島戦の投球内容について、これだけストライクが入らないともう正直話にならないですよねとバッサリ。同じく OB の高木豊氏も、初戦は良かったんですよ、初登板の時は。チームの連敗止めるかなと思ったらちょっと乱れましたと続きます。さらに野村氏は、初回1番2番を歩かせ、ヒットを挟んで押し出し四球で先制されるなど、コントロールのままならない投球内容を振り返りつつ、僕去年メジャーのも見たんですけど、やっぱりちょっとボール荒れてる気がするなと思ってたんですよ。だからこそストライクゾーンで動かせれば面白いなと思ってたんですけども、これだけボールボールになるとやっぱりどうしても苦しくなりますよねと分析しました。ですが野村氏はジャクソン選手を見切るには時期尚早としており、ちょっとキャッチャーとうまくコミュニケーションを取ってほしいですね。あんまり右左四隅に投げさせるんじゃなくて、アバウトでいいから強いボールを投げるように組み立てを変えてほしいと今後の改善点について指摘しました。一方で阪神 OB の関本健太郎氏は、ジャクソン選手の攻略をある程度楽観視しており、よく初物は打ちにくいというが、打者側からはまっすぐと変化球の区別がつくタイプだった、それに対処できなかったということだろう、ただ開幕カードの巨人戦から見ると各打者の仕掛けが早くなっているから、これから調子が上がってくるのかもしれない、ジャクソンも次回は攻略できるだろうと分析し、キーになる選手についてはやっぱり 1,2 番の出塁じゃないですかね。前回の登板を見ていてもあんまりクイックとかがうまいタイプには見えなかった。ランナーが出れば球威も落ちてくるはずですし、初回からしっかりボールを見極めていけば阪神にとっては面白い展開になるはずですよと語りました。明日からのカードは3連戦ではなく2連戦になるので、両チームにとって村上選手とジャクソン選手が先発する初戦はどうしても取りたいゲームになるはずなので、熱い試合展開が予想されます。今回は DeNA 戦の考察を行いました。